皆さんこんにちは。今回もスプラックスフライングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜してたった一度きりのチームを作り、やるたびに完全に、新しいチームが出来上がります。はい、ブラジルの誰ですかね、これ、インサイドハーフの選手ですね。ボールタッチとドリブルに優れている、まあ、パス能力があって典型的なトップ下の選手ですね。でコンタクトプレーが弱いという感じでね、割と小柄な選手だと思います。で、はい、フランスのデンベレですね。バルセロナに所属してますね。元モナコ、PSG ですか。はい。で、シュールでですね、ドイツの、ウィンガーですね。右ですね。スピードはあまりないですね。なるほど。このね、デンベレとシュールでのコンビ、強力ですね。で、真ん中にこの人がいると。クロアチアのバルサリコ、コートジボワールのセンターフォワードですね。でコートジボワールの選手とオランダの選手、コンパニーがいますね。ベルギーの、センターバックですね。はい、ナイジェリアのセンターバック、オーリエですね。コートジボワールの選手ですね。でキーパー、はい、ウルグアイのキーパー入ってます。あ、で、はい、控えにアリソンが、あ、どっちだこれ。この、ムロレラみたいな人ね、インターセプトとプレッシング能力がワールドクラスと。対してアリソンはディフェンスとブロックで、ロングフィード、コンタクトプレ、ジャンプ力と。いやー、これは難しいですね。こっちの人はね、カバーリングが優れてるっていうね、そういう印象ですね。でこっちの人は単純にシュートストップと、まあね、ノイアータイプと、まあゴール張り付き型、ただフィードはうまいと。まあアリソンの方が現代的ですかね。キーパー、理想とされるねキーパーの形も、サッカーの戦術進歩によってね、どんどん変わってきてますね。今はだいぶ足元の技術が、重要視されるようになりました。で、はい、エクアドルのサイドミッドフィルダー、オーストラリアの選手、うわ、どうしようこれ、やばい、どうしようか。センターバック、うん、オーリア、コンパニーがいると、まあ、コンパニーがね抑えてくれると思うんですけど、オーリアどうしようか。オーリア使えますかね。そうか、ストライカー配置っていうね、面もあんのか。スピード、そうか、シュールで真ん中にして、まあ、こんな感じの、組めますか。あ、オーリア、そうか。で、もう一人欲しいんだけど。いやー、ここが弱いですね。まあ、しょうがないか。ちょっとこれで見てみますか。デンベレがどう効いてくるかですね。で、オーリエです。サイド、なんとかしてもらって。で、シュールでうまくね、攻撃に絡んでほしいんですけど。ちょっと下げるか。これの方がいいですかね。これでどうなるか。ん?こっちかな?難しいところですね、これ。はい。まあちょっと、はい、一回これで。で、コートジボワールのこの人ね、真ん中に入ってもらいます。はい。相手は、コスタリカ。まあちょうどいいですね。攻撃の機能を試す分には。はい。いや、これは。はい、バルサリコが、プレッシングに行くと。いや、ちょっとバグが。はい、奪って。はい、落として、真ん中行けますかね、これ。そうか、でも、真ん中は割と硬いですね。はい、デンベレターンして、強烈なシュートですね。コスタリカのキーパーがケイラーナバスで簡単には決めさせてくれない相手なんで、難しいですね。はい、コートジボワールの選手のヘディングで、シュート。はい、これは、キープして。ここを組み立て、そうか、センターミッドフィルダー一人だから、ちょっと組み立てがね、うまく難しくなってますね。はい、デンベレがサイドでボールキープします。で、真ん中落として、ミドルシュートですね。まあ、ミドルシュート入んないか。はい、真ん中落としのデンベレのシュートはキーパー正面と。ちょっとフォーメーションのね、噛み合わせが、難しいですね。はい、デンベレから、コートジボワールの選手のシュートで1点ですね。コスタリカね、相当引いて守るチームなんで、もうちょっとこっちまで前がかりに出て、まあ、最後ね、ケイラ・ナバスがシュートストップしてきて、非常にね、難しくはあるんですけど、まあ、それでもね、こっちが攻撃一辺倒になれば、負けることはね、ないんで、はい、そういう戦い方ですね。はい、落としてシュートは入らずと。うん。はい、サイド、デンベレでキープですね、これ。で、はい、ちょっと真ん中ね、苦しいですね、これじゃ。はい、ミドルシュートは外れますね。
はい、このオランダの選手がプレッシング行きます。で、はい、バルサリコですね。はい、これでボール奪いましたね。やっぱりね、引いてばっかりじゃね、かなり難しいですね、サッカーは。守ってばっかりだとね、精神的にもだいぶ、押し込まれるんでね。はい、2点目ですか。やっぱりね、硬いですね。まだ2点と。はい、2-0です。この人外したいですね。まあ、外してどうするかだよな、でも。いやー、ウィングバックやりますか。一応能力は持ってるな。ウィングバックやるとしたら、オーリーはストライカーになるのかな。はい、これでどうなるかですね。ちょっと難しいかな、でも。はい、この人の、ね、前方にスペース作って、で、このウィングバックの選手がね、上がってくれれば攻撃は成立と。で、オーリエが、ストライカーにね、入りますね。ちょっと、で、真ん中がない、プレッシング。そうか、コンパニー。まあ、しょうがないか。はい、これでいきたいと思います。オーリエが行きます。まあね、こっちも相当攻撃的に出ていいと思うんで。はい、奪いましたね。で、ウィング使いますね。これ真ん中に放り込んで、中央で組み立てますか。はい、まあ、ウィングね、ちょっと、コスタリカ、サイドもね、硬いんで、今、サイドミッドフィルダーと、あ、違うか、ウィングバックと、サイドバック2人ね、守ってるんで、相当ね、引いて守るチームなんで。はい。はい、真ん中落として、シュートは落としが良くないですね。これサイド使いたいんだけど、ちょっと使えないですね、うまく。うん、サイド硬いですね、やっぱり。これ2人いますよね、明らかに。はい、奪って、もう1回。いやー、かわされた。はい、コンパニーが行きます。で、はい、奪いました。デンベレですね。デンベレちょっと引いちゃってますね、これ。いやー、ここ、今動き出しね、くさび入れた。あ、はい、カウンターで。うわー、無理か。ちょっと無理でしたね。はい、コンパニーから、まあ、1回ね、下げて。はい、ウィング使いますね。中カットインしてね、これ、スペース使いますね、ここ。ちょっと上げてみるか。うわー、やばい。はい、デンベレのシュートは、ナバスに弾かれると。やっぱり、ね、攻撃がうまくいってないですね、これ。はい、いい形ですけど、ケイラ・ナバスのファインセーブと。まあね、ナバスが効いてる展開は大体ね、まずいですね。はい、内容的に勝ってるのに得点できてないっていうね、そういう感じの流れになっちゃいますね。いやー、無理か。はい、終わっちゃいました。2-0ですね。ちょっとね、やっぱり、まあ、コスタリカのね、強いところがだいぶ出ましたね。こっちも十分で攻め込んだんですけど、やっぱりね、精度を欠いてるんで、フォーメーション的にね、相手の噛み合わせで勝っても、まあ、精度を欠くと勝てないというね、典型ですね。逆にね、こっちもうちょっと前線の人数減らした方が、ポイントで攻撃がつながってね、まあ、少数制みたいなことですけど、そっちの方がね、崩せて点が伸びた可能性すらあるという感じでね。はい、フォーメーションこっち左をデンベレで、右をシュールでですね、後半ちょっとウィングバック設定して、シュールで真ん中のストライカーにね、移しました。で、センターフォワードにコートジボワールの選手と、で、ストライカーにね、オーリエ、後半使っていきましたね。まあ、あと、バルサリコとかね、いました。で、コンパニが、守備の要ですね。まあ、ほぼコスタリカね、攻めさせることなかったですけど、攻撃も、サイド後のところで精度を欠いたので、得点も伸びないという感じでね、まあ、コスタリカの良さがだいぶ出ちゃいましたね。コスタリカフォーメーションで、ね、5バックですね。で、5-4-1で、この4もね、サイドミッドフィルダーかウィングバックで、だいぶね、低い位置取ってきたりするんで、相当ね、サイドも硬いで、真ん中も3センターバック揃ってると。で、2ボランチですね。はい、相当ね、硬いチームですね。その分ね、攻撃はないですね。ほぼ、コスタリカの陣形内で、攻撃が展開されると。で、カウンターもね、スピードがあるわけじゃないんで、なかなか決まりづらいですね。
完全に引いて守るチームコスタリカに対してどう攻めるかっていうのがね、コスタリカと対戦する時の大きな課題ですね。あとね、キーパーケラーナバスで、反射神経に非常に優れたな、シュートストップに、突出した、世界最高クラスのゴールキーパーっていうのもね、引いて守るチームに対しついては、欠かせない要素ですね。非常にうまいキーパーがいると。はい。こっち攻めて、デンベレがね、相当頑張ってましたね。シュールよりもデンベレの方がね、やっぱり、効いてました。ただね、引いて戻る動き多くて、ゲーム、こっちボール前になかなか進まなかったんで、それね、見かねて下がってきたんでしょうけど、やっぱりね、引いちゃうと、このね、低い位置で、リスク取ってトリブルしても、あまり効果的な攻撃にならないと。ポジションでね、高い位置、ポジショナルプレーでボール持った方が、よりね、デンベレが脅威になるっていう、そういう感じですね。デンベレね、中央のイメージあるのか、ないのか、サイドですよね。サイドやっぱり非常にうまいですね。真ん中よりも、ウィングで張り付いた時のドリブルの仕掛けが非常に強烈っていうか、素早い印象がありますね。だから、フォーメーションね、メンバー足りてない時、ウィングがね、誰かいないときは、もうサイドで使った方がお得な選手だと思いますね。はい。で、あとは、それぐらいですかね。やっぱり、サイド突破しても最後3センターバック破らないといけないんで、あと、ケイラーナバスですね。この壁を破るときに、ちょっとね、中央の勢力が足りないっていうね、そういう印象になっちゃいましたね。はい。コスタリカとやると、こういう試合展開になると。いうことが多いですね。相手としては、非常に特徴的なフォーメーションね、取ってくるんで、不足がないような相手ですね。はい。というわけで、今回サッカーコスタリカ代表相手に2対0でした。また次回ね、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。